平泉寺白山神社は、福井県勝山市平泉寺町平泉寺に鎮座する神社。明治時代までは、霊王山平泉寺という天台宗の有力な寺院だった。歴史や出土品などは、白山平泉寺、歴史元と遊館観真ほろばで展示紹介される。本殿に、異常殺村、本殿右の別山社に、雨の牛しほみみの村、左の越南地社に、 大名虫の村を祀る。三道完成年間根流の本殿用老元年、大長によって開かれたという。平安時代以降比叡山延暦寺の勢力下に入り、霊王山平泉寺,寺として知られるようになり、豊原寺と双壁を成した。白山信仰の越前側の禅城道の拠点として、山伏、僧兵が集まるところとなる。王徳元年には延暦寺の末寺となる。しかし、 旧安三年の時点では、御城寺の末寺となっていた。そのため、この年に、延暦寺は再び、平泉寺を末寺とするために、賭場法王に訴えて認められ、平泉寺は再び延暦寺の末寺となった。延暦寺の末寺であった、上安2年7月に大公道が再建され、延暦寺の学僧英弁がその落景法要の同志を務めている。大公道は、 白山神社の拝殿前にあり、七枚四面の大きさで、その内陣には、釈迦如来、阿弥陀如来、薬師如来、観音菩薩、不動明王、微射門天の仏像六体が祀られていた。源平合戦時の行動として、平家物語には、樹影2年4月に行われた平家と、木曽義仲方との日内城の戦いで、平泉寺の調理祭明が、 基礎義仲を裏切り平家側についたことが書かれている。西明はその後の栗から峠の戦いで捕らえられ、処刑されているが、一方で義仲はその戦いの後に藤島七里を平泉寺に寄進している。この頃には、もうすでに有力な総兵集団が行ったことが知られる。鎌倉時代の初めには、源の頼朝に追われた、源の義常主従が山伏に姿を変えて、 欧州に落ちる途中で平泉寺に立ち寄ったと言われ、義経や弁慶に関する伝説も残っている。平泉寺は南北朝時代になると南朝の五代醐天皇の味方をした。そのため、越前は南朝にとって非常に有力な地域であった。しかし、北朝の柴高常によって藤島層を安堵されると北朝に寝返り、 藤島城などに立てこもったので、南朝軍と合戦となった。そこで、新田義貞が、延元3年、県務5年うるう7月に、藤島城税務の援軍に向かっていたところを襲撃され、東明寺縄手で戦死した。以後、室町時代に入ると、越前守護の柴氏の保護を受け、ますます勢いは、盛んとなっていったが、影響12年8月に失火によって全山が、 炎上する事態となった。しかし、10月4日には、室町幕府から復興資金として北陸道7カ国から胸別銭を徴収することを認められ、この時以降に石垣を多用するようになった。こうして、室町時代後半の最盛期には、鳥出や堀を備え、前座に石垣に囲まれた要害へと変貌し、東西1 2トル南北1トルもの範囲に、 南谷3600房、茶谷2400房、48社、36道、6000房の陰謀を備え、総兵8000人を抱える巨大な宗教都市を形成した。特に、大長が重していたゆかりの地であり、清掃が重する北谷と違い、最大像が重する南谷は、直線的な石畳道路をはじめとして計画的に開発された区画で構成されている。また、 寺だけではなく、町並みがあった証拠として、徳一、安賀氏、鬼賀氏という地名が残っている。天文十二年、長年にわたって、香賀馬場、白山美女神社が持っていた白山山頂の管理権や、入山料の徴収などの利権を、越前馬場、平泉寺が奪おうとし、これ以降ずっと揉め続けることとなる。戦国時代には、 越前の国主である朝倉氏と肩を並べるほどの一大勢力となっていた平泉寺は、日本国一番の法師大名と言われた寺良八千国を、誇らすかい奉公院と大聖院が寺内を統括し、その下に寺良三千国の旗の玉仙坊、小川岐清志坊、佐藤福寿坊、三段、先き蔵造中村蔵地房などの有力な某者が軒を連ねており、また、 双兵の出自も、朝倉氏の家臣団一族から入室していることもあり、朝倉氏とは極めて近しい関係であり続けた。そのため、朝倉義景が北大海の大名、浅井長政の援軍に赴く際には、平泉寺から玉泉坊や奉公院なども兵を出している。しかし、天正元年8月には、小谷城の西にある定野城を守っていた玉泉坊は、 織田信長の軍勢に攻められ、降伏している。その後、越前は、朝倉義景が、いとこの朝倉景鏡に裏切られて自害した結果、織田氏の両国となり、元朝倉家臣の桂田長年が統治を行った。その間である、玉戦坊は、平泉寺を統括する奉公院と大聖院を、出し抜いて、秘蔵の茶道具である政治党を信長に献上して、近づき、 信長から、ひ山総務の衆院場を入手し、平泉寺前山を手中に収めた。クーデターである。こうして、玉泉坊は、平泉寺の車両や神物を自由に差配して、平泉寺諸院諸坊から黄金を徴収するなどした。しかし、天正2年1月19日、富田長重が反乱を起こして一条谷にいた、田長を討事件が発生すると、 その混乱に乗じて1月23日、奉公院などが兵を挙げて、玉坊防止を打ち果たした。奉公院は、以前の体制に戻そうと実力者の朝倉慶鏡と組んだが、その景況が2月になって、越前一向一揆に襲われて、居城の居山城から平泉寺に逃げてきたので、かくまうと、平泉寺自体が一向一揆の標的となってしまった。月日、 平泉寺と景況の軍勢が、地元の一揆がこもる村、岡山城を攻めている最中に、和田本学寺率いる一向一揆軍が平泉寺本体に襲いかかり、それを見た平泉寺と景況の軍勢は、平泉寺に戻ろうとして混乱し、合戦に敗北。景況は戦死し、多くの僧兵も討ち死にし、逃亡して平泉寺は前山を消失、滅亡した。だが、 その後天正11年に平泉寺に戻ってきた、県会が、弟子の仙会と日海を率いて、最高に着手し、豊臣秀吉などの推計を受けて復興させた。江戸時代には、福井藩、越前勝山藩から寄進を受けたが、規模は六房二か寺、寺寮は330国であった。漢方3年、いさいが絶えなかった、越前馬場、平泉寺と香川馬場。 白山姫神社の利権争いがようやく、江戸幕富士社奉行によって、御前方、大南寺峰の山頂は平泉で、ら、別山山頂は、潮流寺が管理すると決められ、白山頂上本社の再試験を獲得した。明治時代に入ると、神仏分離令により、事後を捨て神社として生きていくこととなり、寺院関係の建物は解体された。しかし、 1872年11月、江戸時代の決定とは逆の裁定が行われ、白山各山頂と主要な禅城堂が白山姫神社の所有となった。境内は白山国立公園特別指定区域内に位置し、その広さは15万平方メートルあり、梅雨時から夏にかけて一面に生える、見事な苔が見られることから苔寺とも別称され、京都の裁宝寺と共に有名である。 旧原生院庭園は1930年に国の名称に指定された。境内は1935年、白山平泉寺城跡として国の史跡に指定された。その後、1997年に史跡の指定地域が追加され、指定名称が白山平泉寺旧境,境内に変更された。また、美しい日本の歴史的風土百選。 香り風景百選に選定されている。中宮の平泉寺、山道日本の道百選の、検証費平泉寺白山神社旧山道中宮の、平泉寺山道は、勝山市道の路線に指定されている、約 1.2km の旧山道である。菩提林と呼ばれる樹齢千年に及ぶ杉やブナのほか、さら、山梨の老木の並木に覆われる。旧山道の石畳は、 室町時代に崩流川の河原の石を修行像が手送りで運び不審事業として作られたものと言われる。石畳の横の道路は1912年に開通したもので石畳を残すために石畳の横にあった元の古い馬車道を拡幅して作られたものである。この急参道が1986年に日本の道百選に選定されているほか1994年に 読売新聞社選定の新日本街路樹100系の一つに選定されている。また、平泉寺から白山までの白山全城道が1996年歴史の道百選に選定されている。現在では平泉寺白山神社へアクセスする主要道路は福井県道132号平泉寺線として認定されている。ありがとうございます。